定期的に福島からお伝えしている福島の声、今月は福島市ではなくて二本松市からお伝えします。今日お話をお聞きするのは、佐々木瑠璃さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、佐々木さんは、はい、ここ二本松市のここお寺と幼稚園が一緒になって、うん、はい、同胞幼稚園という、私が福島で一番初めに取材させていただいた幼稚園で、はい、まあ、経営にも携わってらっしゃいますし、はい、お寺も守ってらっしゃるということで、はい、その後ですね、まあ、ご主人、そして、まあ、ご兄弟、経営されている皆さん、あるいは、うん、幼稚園の PTA の方なども一緒に、まあ、チーム二本松という仲間と一緒に、みんなでですね、子どもたちを守る活動をされてきたというふうに思うんですけれども、はいはい、まあ、事故から2年経って、うん、まあ、今どんなことを感じてらっしゃるかっていうのを、うん、お聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、今ね、ののちゃんは一生懸命準備を食べていますけれども佐々木さんは5人のお子さんのお母さん、はい、一応年齢を教えていただければと思うんですけど、はい、上から、24歳と、16歳、14歳、これが6歳とあと3歳です、ね、その5人です。はい、いらっしゃって、はい、一番上のお姉さんは24歳ですけど、うん、そうなんです。はい、一番上のお姉さんだけはこちらにもいらっしゃる。そうです。はい、あとの4人のお子さんが今二本松で生活をされているんですよね。はい、まあ、事故から2年が経って、これまで、まあ、初期の当初は、まあ、避難もされたりとか、はい、その後もいろいろなこう葛藤があって、はい、今、まあ、ここで暮らしてらっしゃるわけですけれども、この2年間振り返って、うん、まず今どういうことを一番お感じになってらっしゃいますか。いや、2年最初、当初はね、もっと早くいろんなことがどんどん解決していくんだろうと思ってたんです。放射能のことも除染がもっとどんどん速やかに進んでいって、また元の福島に戻っていくんだろうと思っていたり、あとは健康被害についてももっとこう国なり県なり、まあ、行政が主体となって、きちんと私たちの健康管理を丁寧にやってくれるんだろうと思っていたり、すごくもの行政を頼っていれば、まあ、大丈夫だろうっていう、ちょっと、まあ、そういう思いもあった中で、2年間経って分かったことっていうのは、なんか自分自身で考えてこう自分たちで子どもたちを守っていかないと、これは大変なことになるんじゃないのかなっていう思いと、それからそれとは裏腹に、どんどん時間とともに放射能に対する意識とか危機感がみんなが薄れていって、当初恐れてたような放射能に対する恐怖心みたいな危機感みたいなものがどんどんなくなってきてるなっていうのが最近感じるところですね。それがすごく心配でたまらないというか、どうやったら、もうその耳を塞いでる人たち、どうやったらまた放射能に向き合ってね、気をつけて子どもたちを守ろうとしてくれるかなっていうところを、今どうやったらいいのかなって、うん、考えながら過ごしてます。うんうん、去年の秋にも、はい、提灯祭りの時に伺って、うん、その時に、まあ、子どもたちがね、去年からまあわーっとこう参加されて、それを見ながら、うん、なんていうか、ちょっと取り残されたような気持ちっていうようなこと、ね、寂しい表情でおっしゃっていたんですけど、うん、はいはい、どういうなんかその時は気持ちだったのかな。うん、あの時はあの時で、ちょっと実は私まあね、あの頃ちょこちょこ金曜日の夜に官邸前にデモに行ったりとかっていうことも今よりもっと頻繁に出かけていたりして、あの日も金曜日の夜だ
ったりして、ちょっとそのなんかね、あそこにいた仲間たちにちょっと一緒に写真撮ろうかって言って、私は原発反対っていうプラカードを持って、あのあそこにいた近所の仲間たちのところにわっと行ったら、かなりこうみんなが引いていったというか、そんなこともあったり、まあなんかこう自分とその周りの人との温度差をちょっとあの時も感じていたり、っていうのがあって、なんか私はその新潟に避難した時にここに戻りたかったのが、やっぱり地元の人たちと今までみたいに暮らしていきたいっていう思いももちろんあったし、あとは家族全員でまた暮らしたいっていう、じゃこれもマイクが引っかかっちゃう、こっちか、思いがあったりして戻ってきたわけだったのが、実際戻ってきて、まあ、しばらく経ってみたら、なんとなくこう私が浮いた感じになってきて、私はなんか何のために戻ってきたのかなっていう思いもあの時すごくあったりはして、去年の春ちょうど伺った時はちょうど初めて内部被曝の検査をされた後だったんで、はい、その時だったんですけど、その前にもその尿の検査をされて、その時には息子さんですかね、セシウム検出されてしまったっていうことで相当そのショックを受けたというふうにおっしゃっていたんですけれども、今回甲状腺の検査もなさったり、してるんですけど、やっぱりその常にお子さんたちの体調とか、そういうものと、それからここの地域での生活っていうのを常にこうせめぎ合いの中で、いろいろなことを感じて生活されてるのかなっていうふうに思うんですけれども、どういう時が一番苦しいとか、あるいはそのやっぱり避難した方がいいのかなって改めて思ったりとか、多分そういうこと揺れ動いてることもあるのかなと思うんですけれども、どうですか？やっぱりね、甲状腺の検査で異常がこうあるっていうのを見つかったりすると、なんか自分はやっぱり、守りきれない、一生懸命やってるつもりなんだけど、やっぱり福島にいたら守りきれないのかなと思ったりまあでもそれでもね、なんか家族でいたいんですよね寺だし幼稚園だし、避難するとしたら、私旦那はもちろんお寺は捨てられないので、旦那は残って、私が子どもたちと避難するっていう、形になるでしょうし、父親、なんか子どもたちから父親を奪ってしまうような、なんかそんな気持ちにもあったり、あとは新潟に避難している間、すごくやっぱり帰りたかったんですよね。家族でまた一緒に暮らしたいなって、それで、ここにいようって決めたわけなんですけど、でだからできる限りのことをやっていこうと思ってやってるんだけど、やっぱり検査の結果が悪かったり、あとはやっぱりその検査の結果が悪いよっていうことを、例えば県外の人にちらっとでも言うと、じゃあ避難したらって言われることがまた辛いんですよね。なんか悩んでやっと決めて、福島でどうにか生きていこうと思ってやってきたはずなんだけど、なんかまたそれを振り出しに戻されるというか、自分の決心した一番最初の部分にまた引きずり戻される気がして、でも避難するっていうこともね、どこかではちゃんと自分の中に置いておかないといけない、意地になって福島に住み続けちゃいけないっていうのは思ってるんです。
どうしても守りきれないと思ったら出ていくしかないし、なんか本当に出てった方が楽なのかなと思う時もいっぱいあるんです、うん、そしたらよく県外に子どもたちとの保養で連れてってる間なんかは、うん、もう外に出て遊んでてもただ眺めているだけでいいし、走ってるのを見るだけでね嬉しいし、福島に行ったら外に出てるの見たら不安で仕方がないんですけど、県外に出たらまあ普通に外にいることを安心して見守っているだけでいいっていう安心感がね、あ、楽だなと思います。うん、今その、ね、まあ、普通の公園でも子どもたちが、ね、遊ぶ様子をよく見るようになったっておっしゃってましたけれども、はい、まあ、全体的にそういう空気がこう広がってはきていて、まあ、その一方では室内遊び場を今度、ね、二本松でもなんか作るっていうような、 なんか動きが、ね、一箇所はできて、はい、始まってるんです。そうですよね。で、まあ、皆さんではその武雄温泉の線量の低いところを、まあ、はい、少し整備されて遊ぶ場所を作ったりとかっていう風にされてますけれども、うん、やっぱりそれでもなおこうなんていうか日常的にそばに、まあ、言うなれば放射性物質がこう散らばってしまっているところに住むっていうことになってしまっているわけで、やっぱりその中で常に、まあね、特に小さいお子さんがいるわけなので、うんうん、やっぱりこう揺らぐっていうところがあるんですかね。どうしてもその本当に今点在してしまってるとか、もう高い光線量のところもまだポツポツあって、うん、今モニタリングポストなんか置いてあるけど、あれが全てでは全くなくって、うん、あのモニタリングポストの何メートルか先にはおでみたいなその側溝の中で泥が溜まってたりして、そこに線量計近づけたらものすごく高い値の放射能出してたりとかっていう場所がまだまだあるから、だからまあ小さい子は特にですけど、うちはもう震災後は敷地、自分の家の敷地内から出してないですし、学校行くようになったら仕方なくてね、通学路だけは歩かせるんですけど、それでもやっぱり一度一緒に歩いて行って、こういうとこは近寄っちゃダメだよって、あとこういう植え込みみたいなね、うん、通るところのお宅の植え込みみたいな、お花とか植え込み、こういうのにも触らないで歩くんだよっていうことを教えながら一度は学校まで一緒に歩いて行ったんですけど、うんうんうん、そういうことをやりながらじゃないとまだまだ怖いはずなんだけど、だんだん普通に、そう、周りが普通になりつつあるのもまたそれも恐怖の一つですよね、うんうん、その普通になりつつあるね、うん、まあ、ある種のギャップというか温度差っていうのが、うん、まあ、もしかしたら広がってきてるのかもしれないんですけど、うん、これってどういうことなのかっていうか、本当にみんな関心ないのか、あるいは関心ないふりをしているのか、それとも情報が違うのか、うん、そこら辺というのは、うん、ルリさんはどういうふうに考えてらっしゃいますか。もちろん中には関心、本当に最初から大丈夫と思い込んでる人たちもいるのかもしれないけど、私は大部分が、うん、もう気がつかないで痛いって思い始まっちゃったんだろうと思うんです、うん、もう気をつけ続ける、もう2年間も気をつけ続けながら生活して疲れ果てちゃったんじゃないかなって、うん、でもうとにかく自分のその被爆させてるかもしれないっていうところの罪悪感にさえ目をつぶってしまえばね、うん、実際ちょっと楽になれるというか、もう大丈夫だって思い込んでしまえばね、思い込めないと思うけど、うん、もう罪悪感にさえ蓋をしてしまえばちょっと楽に暮らせるような気がしてしまって、みんながこう普通になりつつあるのかな、普通に、うん、もちろん
きっとチクチク引っかかりながらだと思うんですけど、そうあってほしいんですけど、うんうん、でもスーパーなんか例えば見ててもね、どのぐらいみんなが気にしてるかなんか目には見えないですよね、うん、私だって野菜を選びながら泣きながら野菜選んでるわけじゃないし、福島さんかどうかこうチラチラ見ながら通り過ぎて、まあ、買い物してる、普通に買い物してるように見えるだろうし、でもやっぱり心の中ではこれは大丈夫かな、あれは大丈夫かなっていう気持ちで見てるんですよね。だからなんか日々の本当は一個一個がこうやっぱりどっかでみんなチクチク引っかかってるんじゃないのかなって、ただそれをもう口に出すことももう表に出すことにすらこうエネルギーがなくなっちゃった、疲れちゃったのかなって、うん、うん、だ本当にそのスーパーの買い物と同じように本当に日々の些細なちっちゃなことの積み重ねがどんどん重圧になってくるというか、うんうん、で例えば洗濯物を外に干せないこともそれがもう毎日毎日になってくると、その洗濯物干しながら放射能のこと考えるんですよね、うん、いやまだ外に出せないんだなって思いながらその放射能のこと考えてるうちにもうだんだん私の友達なんかはある日もうどうしても家の中にこうブランブラン洗濯物があるのに耐えられなくなって、もう5年後がんになってもいいからもう今日から洗濯物出そうって思って、もうそう決めてその洗濯物を外に出して、うん、でその日は本当に家の中に洗濯物がない部屋を久しぶりにもうすっきりした気分で眺めて、でいざ洗濯物取り込んで子供に着せようと思ったらもう今度は怖くて着せられなかったって言って、やっぱりそれを、まあ、もう一回洗い直したっていうので、なんかだけど次の日になったらやっぱりまた家の中にぶら下がってるものがもう気になって仕方がなくて、うん、また外に出してっていう、本当にそれを繰り返して干しては罪悪感に、でまた外に干しちゃってまた罪悪感にっていう、そういうなんか毎日なんだっていうのは、うん、この間本当にすごく親しい友達がいて、うん、本当にそんなちっちゃなことだなんですよね、みんな、うん、エアコンつけるのにも外の空気入れていいのかなって、あとは隣、今除染が始まってたりするので、うん、隣の家こう除染してたりすると、うわーチェックのお迎え入れてきます。明日はみんな自転車乗ってるから乗り、うん、あんちゃんは自転車はダメダメね、まだちゃんとうまく乗れないから、乗れる、うん、自転車はダメ、習字のとこまでお母さん送ってくから、ね、まだのんちゃん道路自転車は乗らないよ、もう少しお家の中だって、ののちゃん、ののちゃんさ補助輪なしの練習しなくちゃダメじゃない、練習しなくても乗れる、でも乗れてもそれはここの中だけにして、自転車はね、自転車ここの中にないもん、うん、だってののちゃん自転車買ったって乗れる場所ないから、片に自転車買ってないんだよ、あれお譲りのりんちゃんの補助付きのやつね、なんで乗っちゃダメなの？ん？ののちゃんの除染してないところがあると困るから、ののちゃん自転車乗って遠くまで行っちゃうと困るからね、ののちゃんのお家の中はいいよ、全部測ってるから、でもね、外に出ちゃうとわからないからね、ちゃんと除染してあるかどうかわかんないから、うん、じゃあね、そしたらさ車に自転車積んでってね、今度お父さんにお願いしてどっか自転車乗れるとこまで行こっか、そこで練習しよう、練習してうまくできたら、うん、
でも二本松ではダメ、そんなに自転車乗って遠くに行って、ね、学校に行く間はお母さん全部測ったから分かるけど、そうじゃないところは分からないんだ。どこと、どこが危ない場所か分からない。お母さん今度測ってよ。うん、ののちゃんが行きたい場所までは測る。セリナだから。でも明日はダメよ、とにかく。ん、まだダメ。今度自転車乗れるとこ行こう。今度九州行った時に内川さんにお願いしてみようか、面白自転車に乗れるようなとこにあるかもよ。うん、ね、うん、やりたいことができないね。おてんば盛りだもんね、小学校1年生だったらば。でもこういう日々なんですよね。そうなんです、毎日が。ね、そしたらきっとそれこそあの今なんだ、あの怪獣になってる、受信くんがもっと大きくなったりすることを考えるとやっぱり心配。そうなんですよね。事故の時はまだ一つ。そうです、1歳になったばっかりな、1歳2ヶ月でまだ歩けなくて、ハイハイだけだったんですけど、それが今はね、怪獣、3歳になって、ね、徐々に行動範囲も広げたい年齢ですよね。こうやって、例えば子供にダメ、ね、いや子供がやりたいことを私たちがこう親がさせてあげられないっていうことにも、やっぱりこうそれも繰り返し繰り返しだと、もうこっちが参ってきて、いやもうじゃあいいやって、じゃあいいよ遊びに行ってもっていう風になっちゃうお母さんたちもいて、逆にその放射能気をつけさせることよりも我慢させる方がかわいそうって、だからもう子供になるべくそのもうこれ以上苦しめたくないみたいな気持ちになっちゃって、親が外にね出て行きたがるのを止められなくなっちゃってるお母さんたちもいたり、まあ、どちらかというとね、今その県とか、国もそうかもしれないんですけど、その方向としては普段通りの生活をしていきましょうっていう形でのその呼びかけが行われていますから、そういう意味ではその逆に言うと瑠璃さんのようにある種そのまあなんていうのかな、まあ自己前にはなかったものがあるという現実の中で、より安全な選択をするっていう方がむしろこう非常に少数派になってしまっていて、そこでそういうことをやっていくっていうのがすごく難しいというか苦しいんじゃないかなというふうにも思うんですけど、逆にそれをでもやっぱり貫いていこうっていう形でやってらっしゃって、私だったらなんか多分もういいやってなっちゃいそうなんですけど、そこら辺っていうのはどうなんですか。なんか後悔したくないって思うんですね。諦めてしまって、もし何か子どもたちに会った時にそれはもう絶対に自分のせいだと思って自分を責めるでしょうし、そういう後悔をしたくないなっていうのも、とにかくやれるだけのことはやって、もちろんね放射能のリスクが なかったとしても病気にかかる可能性はあるんだけど、やるだけやって、あとはもうそう
お任せするしかないのかな。ただもう自分が努力をしないでいて病気にさせてしまったっていうのはもうそういうことにだけはなりたくないって、まあ、そこだけその思いがあるっていうのと、あとはうちはその一番は主人が同じ方向を向いてるからかなっていうのはあって、あ、彼はもう私以上になんか突き進むようなところがあるので、そこに支えられてるのかなとも思うんです、うん、逆にね無関心で、うん、そんなに気にしなくてもいいんじゃないっていう旦那さんだったらちょっと私もここまでやれてるかどうかわからないけど、主人が全く今同じ方向を向いてくれているのがね、まあ、やり方は違うとしても考え方が一緒でも向いてる方向が一緒だっていうのはすごく力になってると思うし、あと同じやっぱり同じ思いの仲間たちがこうまあ中にはいて、その人たちとのつながりも、まあ、諦めないでいられる、うん、一つの力なのかな。うん、自分の思いだけだとねすぐに折れそうにはなるんですけど、もちろん身近な人たちだけじゃなくて県外からお野菜を送り続けてくれてる人たちだったりとか、あとは、まあ、私も気持ちに余裕があれば避難した方がいいんじゃないっていう、それも愛優しいありがたい言葉だなと思って聞けたりとか、そういう、うん、なんか そんな日々の一個一個こう人とのつながりなんですかね、うん、それがあるからまだ立っていられる気が、うん、するけど、いやでも本当あのぐらいならまだ言うことを聞いてくれて、さっきみたいにまだもうちょっと我慢しようって言ったら、ね、うん、諦めてもくれるけど、うん、やっぱり中学生高校生ぐらいになってくるとその辺も難しくなってきて、うん、うん、この間は高校生の今2年生の2番目の娘がお花見に行きたいって言って、子供友達とね、でサザエさんっていう番組で、はい、福島の花見山です、ね、花見山をやっていたのを見てもうここに行きたいって言い出して、でこれって私の学校から近いって言うから、ここはもうあんたたちは行っちゃダメだよって、除染だって多分 してないし、渡りはとっても線量高いところだろうから、高校生同士お友達同士で花見なんかまだ行かない方がいいよっていうのを言ったらね、まあ、もっと私はきつい言い方をしたんですけど、ダメだよこんなとこ行っちゃっていう感じで言ったらもう娘もねプイッとなって、まあ返事もしないから私が余計にしつこく、ね、分かってる聞いてるって線量高いかもしれないんだよつって、なんか分かったよ、まあそれで諦めてはくれたと思うんですけど、だんだんやっぱり大きくなるとまた、お友達同士でやりたいことが増えてきたり、そういう中で全部を私の気持ちだけでこう管理できなくなってくるのかなっていう、そういう不安もあるんですよね。まあ、今ねこれまで子どもたちに対して、はい、まあ、園でもそうですし個人的にもいろんな取り組み、まあ、オールボディカウンターも整備した、扶養にも、まあ、本当にシーズンごとに行かれている、遊び場も作る、甲状腺検査もっていう形で、まあ、本当に県内見てもここまで全部やってるところはないっていうぐらいに本当にあらゆることをされてきたわけですけど、ここで、まあ、暮らしていくにあたってね、なんかこの後っていうか、まあ、2年経って、どういったことをやっていきたいとか、その母親としてあるいはその幼稚園やっている立場として、これからどういう部分をとりわけ
取り組んでいきたいとか、今考えてらっしゃるか教えていただけますか。やっぱり今よりももっと、今まではこう、まあ、被爆を防ぐことっていうところに最大限も努力をしてきたつもりですけど、だんだんにやっぱりその病気のちょっとしたその子どもたちの健康状態の変化をこう注意深くもっと見ていかなくよう見ていかなくちゃならないようなね状況になっていくのかなっていう、それは今思っているところで、うん、あとはどんどんやっぱりその支援がこう先細りしてるというか、保養に関しても受け入れ側もやっぱり経済的に大変になっていくし、でまあ、行く側の意識もどんどんこう薄れていく、で結局 これがどんどん先細りになってた消えていくっていうようなことにならないように、うん、今のうちに息の長い支援をねどうかしてもらえるようにっていうことを、で本当に小さなつながりでいいから、もうちっちゃなつながりを長く続けてほしいなっていうのは今の段階から呼びかけていかないといけないかなとは、うんうん、思ってますね。そういう意味ではやっぱり2年経って、うん、まあ風化とまでいかないかもしれないけど、うん、その、うん、やっぱりこう長期に継続してもらうためにいろいろ工夫というか呼びかけしていく必要があるっていう段階なんですかね。なんかそうですね、今もうその課題にぶち当たってるというか、2年経ってだんだん忘れ去られてきているっていうのが現実なのでね、うん、これはこんな2年3年で終わることではなくて、できたら子どもたち15年20年見守って、もう本当に大人になるまで一緒に見守ってもらえたらなと思ってるので、うんうん、だから保養に関しても遠くにいる親戚のようにねずっとつながり続けてもらえたらなとは思って、うん、1年後にまた元気に会おうねっていう感じで、また1年後受け入れてくれるような体制を、まあ、向こうでも、まあ、本当に一家族と一家族のつながりでいいと思ってるんですけど、どこかその福島の子どもたちも県外につながっている誰かがいるっていう状況になっていることがね理想だなって、それがこうずっと長く大人になるまで続いていくのが理想かなっていうのは、うんうん、思っていて、まあ、だから受け入れていただく側にもそれなりのね大変な負担と覚悟が必要なことにはなると思うんですけど、できる限りこう長い長期間期間長い期間見守ってもらえたらっていうのを呼びかけていくつもりでは、うん、つもりではというか今、うんうん、まさにそれをしているようなまだ段階ですけど、うんはいね、ぜひ本当にねなるべくなんていうかこうまんべんなくいろんなお子さんがちゃんと外にね出られるっていうね、まあ本当は国が仕組みを作るべきですけどね、だからそろそろ本来だったらその民間の力からね国にシフトしないといけない時期だとは思うんですけど、まだそれが進んでないっていうのがありますよね。最後にちょっとその例えば今その早期発見の話が出ましたけども、実際になんかこうお子さんなり周辺なりで何かこう心配なこととか、まあ私なんかなんていうのかな、そういうものがなければ一番いいんじゃないかなと思いつつも、うん、まだまだ心配が大きいんですけれども、そこら辺っていうのは何かこう心配するようなことがあるのかないのかっていうのはどう思われますか。やっぱりその気になる情報は入ってくるようになったというか、この2年間で聞いたこともないような病気の甲状腺の病気だったり、やっぱり子どもの
子供って言ってもそんなに小さいお子さんじゃないんですけど、私の友人の子供だったりが、あの子供ががんになっちゃったりとかってことが、今までだったらそんな、あの、まあ、私子供5人育てるうちに子供の同級生でがんだった子ってたったこの5人いる中の、あの1人知ってるだけなんですけど、小児がんだった子、それがこの2年間で知り合いのお子さんが2人がんになったんですね、うん、でだからやっぱり、あとはその、まあ、主人の後輩の子が甲状腺の病気になったりっていうこともあったり、でこれは、うん、やっぱりこの先もまた何かこう起こっていく、まだその予兆の段階かなと思ったりしながら、やっぱりものすごく不安は感じますね。あとはそのうちお寺なのでね、お葬式の数も、あの増えてるっていうことがあって、子供だけじゃなくて大人にももちろん影響して、大人って割と気をつけてない人がほとんどなので、うん、はい、で年、あのまあ言ってれば言ってるほど、年取ってれば取ってるほど全くこう意識しないで暮らしてる人が多いので、うん、お葬式の数が増えてるっていうのもやっぱりそういう放射能の影響なんじゃないのかなと思いながら、うん、ものすごく気には、うん、なりますね。まあね、本当にあれですよね、うん、そういう状況の中で、まあ、暮らしを続けるっていう、うん、大変さっていうか、しんどさ、なんかこうこれってすごい難しいっていうか、その、あのどうにもできないことかもしれないんですけど、我々はね、ただこういうふうにお話聞いてるだけなので。でもあのものすごいこういろいろ情報発信されてますよね、はい、それってやっぱりなんかこう、Facebook を通じて、まあ、本当写真を載せたりとか、うん、日常のいろんなことを発信してくれて、あの Facebook のフォロワー1000人以上、たくさんの方が見てますよね。なんかそれってな、あのきっと何かやっぱりそういうものをすごくこう、あの伝えたいって思いが強いのかなと思ってるんですけど、そこら辺の思いっていうのを最後に教えていただけますか。とにかくね、やっぱりこの事故で、原発の事故で本当にいろんなものを私たちはなくしてしまったんですよね。福島の大事なものをいっぱいなくしちゃって、でもそれがこうなかったことになっていくのはあまりにも悔しいというかね。あとは絶対にまたこういうことをこう他の場所で起こしてほしくないし、あの繰り返してほしくないのでね、あのみんなに一緒に考えてほしいんですよ、福島のこと。あとはあのさっきから言ってるみたいに、その福島のいながらこう意識が薄れていっている人たちに対しても、あのまだまだ一緒に気をつけていかないといけないよっていう意味も込めての発信なんですけど、うん、うん、なんかでもね、これもやめてしまいたくなることがいっぱい、やめてしまいたくなる発信なんてねしてるといっぱいバッシングされたりもあるので、あとは傷つけるつもりじゃなかった人をね傷つけてしまったりとか、そんならもう黙ってた方が楽なのかなと思ったり、なんか今日の発信で、あの玄関に咲いてるあまり、あまりリスになりたいって発信をしたのは全く本心で、なんかこう生きてるだけで、生きてるだけでいいならああやって黙っていたいと思った。いっぱい飼ってる中で、でもなんかこれぐらいしかできないかなと思って、おっぱいおっぱいおっぱい
そんな思いを発信してます。おっぱいおっぱいおっぱいはい、おっぱい、はい、持ってます。ありがとうございます、はい、ありがとう、どうもありがとうございます。長い間本当にね、いっぱいいろんな話をしていただいてありがとうございました。はい、今日はさっきグリさんにお話をしました。はい、じゃあ最後にバイバイしよう。バイバイ、最後にあそこにバイバイしよう。はい、バイバイ、バイバイありがとうございました。最高の笑顔、最高の笑顔だね。